君に話せるようになるまでこんなに時間がかかっちゃって。理由は二つ。一つは脚本。エリオが見た未来ではサムと星宮列車の対立は避けられなかった。だから予言の束縛を打ち破ろうとしたんだけど、今の流れにするだけで精一杯だったの。あと私のわがままもあるかな。サムとしてじゃなくて蛍として君たちと一緒にいたかったんだ。ありがとう。エリオからの指示は一つだけ。星宮列車に一緒に大いなる遺産を負わせること。つまり時計屋の遺産は開拓の旅、そして君にとっても重要な意味を持っているってことだよ。前までのエリオの脚本では特定の性格を中心に話が展開されてた。でも君が現れてからはそのルールが当てはまらなくなったみたい。多分彼も未来に不可能なことを見たんだと思う。君に話した医療カプセルのことを覚えてる？それがサム。早急戦線グラモスの鉄器ファイアフライ4戦略強襲装甲。それは私の命のゆりかごで、私がこの世界に生まれた意味。ずっと世界が私に求める姿だった。ドリームリーフの時間の流れは現実世界とは違うから、くれぐれも注意してね。君は奥室に敏感だから少しでも気を抜くとこの記憶域の中で迷っちゃうかもしれない。何か気になることがあるならちゃんと一緒に話し合おう。ヨミさんがなかなか刀を抜こうとしなかったのもうなずける。あの簡素な鞘にあれほど恐ろしい力が秘められていたとは思いもしなかった。アベンチュリンさんの力が孫悟に由来するものでなければ無境全体に影響が出ていただろうな。そのことを負担に感じる必要はない。君の体内にあるあの性格がなくてもアベンチュリンさんは他の方法で目的を達成するだろう。今はヨミさんを信じよう。彼女の実力を考えれば俺たちが心配する必要はない。君たちが調査を進める中で彼は重要な情報を提供してくれた。ミハイル、かつての時計屋はファミリーと一緒に現在のピノコニーを築き、そして何らかの理由でファミリーと決別したと。だが問題はそこにある。君たちは明らかに凶悪事件の調査をしていたのに、保安官である彼はなぜ話題を変え自分や時計屋の過去を語り始めたのか。そして今その名前が再び蛍さんの口から出た以上、疑念を抱かざるを得ない。君を見つける前に彼女は自分が性格ハンターであることを明かし、多くの情報を共有してくれた。まさかあの妖覚師の正体が少女だったとはな。彼女にとってこれは決して軽々しく他人に話せる秘密じゃない。それを考えると向こうに協力する意思があるということは信じてもいいだろう。だがだからといって彼女が全ての秘密を明かしたとは思えない。なんとなくだがあの少女の状態は夢の中にいる普通の人とは違う気がする。危険がなければいいんだが。
君の気持ちが落ち着いたならそれでいい。準備ができたら出発しよう。この路地を進むとエレベーターが見えてくる。それで流刑の地の中心まで行けるから。これほど巨大なクロックボーイが、あの時計屋もドリームリーフに力強い痕跡を残したようだ。城塞の雰囲気、美しい夢とは全く違うな。初めて見たときは私も驚いた。ここの空ってまるで12の無境が反射した影みたいだよね。もっと不思議なのは、ここも貿易エリアと居住エリアに分かれていて、質素だけど何もかも揃ってるってところかな。かなりの人数がここで生活してるみたい。二つの無境は雰囲気こそ異なるが、建物のスタイルに大きな違いはない。まるで同じ建築家の作品のようだ。この類似性の裏にあるつながりも気になるところだが、考えていても仕方ない。とにかく姫子たちと合流しよう。この道を右に曲がると貿易エリアだよ。そこなら人が多いから、彼女たちの居場所を知っている人がいるかもしれない。君は一緒に行かないのか？請求列車の人たちはまず仲間内で話し合う必要があるでしょう。私はその間にギャラガーさんを探してみる。わかった。後で連絡を取り合おう。行ったか。蛍さんが本当に信用に値する人物なのか判断するには、もう少し注意して見ておく必要がある。が、その前に話したい人がいるんだ。一緒に行こう。君も気づいてるだろう。あ、あそこだ。ホテルレバリーのドアボーイ。どうして彼がここにいる？しかもよりによってヨミさんが切り裂いてからそれほど経っていない今という時に。念のため確認した方がいいだろう。ぴったりだ。誰にも迷惑はかけてないぞ。あれ、この前のお客様じゃありませんか？また会いましたね。お隣の方は、自己紹介を忘れてました。僕はドアボーイのミーシャと言います。こんにちは、ミーシャ。俺はベルトだ。
夢に入る時にもあったな。隣にいるのはチクタク、馴染みの友達と新しい友達、ハイタッチしよう。君は記憶域ミームか。そうじゃありません。クロックボーイは僕の友達です。僕たちの家はここにあるんです。お客様たちはどうやってここに来たんですか？この無境は外部には解放されていないはずなのですが、もしかしてネムが？今ここに家があると言ったか？はい、なのでいつも美しい夢での仕事が終わったらここに帰ってくるんです。以前は簡単に移動できたんですが、自由に往来できなくなってからはずっとネムがみんなを連れて2つの無境の間を行ったり来たりしてくれてるんですよ。そのネムというのはどんな見た目をしているのか教えてもらえるか？ネムは記憶域ミームで、大きな目がたくさんあって、見た目はちょっと怖いかもしれません。でも実際は従順で、あとネムの面倒はずっとギャラガーさんが見てくれてるんです。今の説明を聞くに、そのミームが死であることは間違いない。ファミリーは悪夢とみなしているが、こちらの住民にとっては事実は全く異なるようだ。死って言いました？夢の中に死なんてあるわけないじゃないですか。確かにネムは凶暴で、たまに罪のない旅行者を間違って連れてくることもありますけど、絶対に危害を加えることはありません。それならこの数日でそいつがゲストを連れて帰ってきたかどうか教えてくれないか？実は俺たちは夢の中で起きた失踪事件について調べてるんだ。そうだったんですか。それならギャラガーさんと話した方がいいと思うんですが、ギャラガーさんは今オーク家からの訪問者の相手をしているそうで、邪魔しないようにという指示が出ているんですよね。ベルトさん、あなたたちが探してる人ってもしかしてロビンさんですか？やっぱりか。ホタルさんの霊があるから、これも予想の範囲内だな。ロビンさんを探してるなら僕が案内しましょうか？外からのお客様には会っても構わないとロビンさんから言われていますので。それは助かる。あと、はぐれた仲間を探してるんだ。赤い髪の女性でピンクの髪の女の子が一緒にいるはずなんだが、何か心当たりはないか？それはわかりませんね。でも安心してください。ドリームリーフは美しい夢のように大きくも賑やかでもありませんが、治安はとってもいいですから。こういうのはどうですか？お客様たちがドリームリーフを訪れるのは初めてのことですから、僕がガイド役になってまずはお連れの方を探しましょう。それから一緒にロビンさんに会いに行くんです。ロビンさんは子供たちに会うためグリッサさんのところに行きました。しばらくはそこにいるでしょうから、時間的にも間に合うかと。わかった、それで行こう。これでピノコニーを騒がせていた2件の殺人事件の答えが出たな。だが黒幕の意図はさらに分からなくなってしまった。ああ、俺もそう思う。まだ確信はないが、とにかく彼を見つけなければ。ところで君は前に自分だけに見えるクロックボーイに会ったと言っていたな。
なんだか不思議な感じだな。まさか俺の子供心も。いや、そんなことは重要じゃない。とりあえずミーシャについていこう。紹介したらいいか悩んでたんです。屋室通り気学を知っているなら、お二人はきっとクメイさんと話が合うと思いますよ。ほら、彼女はあそこにいます。やっと計算できた。あと10システム時間後には上の美しい夢が下の夢を飲み込んでしまう。私の推測は正しかった。この場所は存在しなくなり、美しい夢が全てを飲み込む。あら、あなたたちは？ここはもう消えてしまうのに、どうしてまだ残ってるの？私はドリームサーベイヤーのクメイよ。専門は屋室通り気学で、今は自分の生涯をかけた研究課題に取り組んでるところなの。あの大きな空洞が見える？何年も前はただの亀裂だったんだけど、今では大きな穴になってる。この付近の屋室はずっと一定の速度で空洞の向こう側へゆっくりと流れていってるのよ。でも恐ろしいことに、私の計算だと最近屋室の流れる速度が変化していて、前よりも速くなってるの。まるで何かが大きな口の向こう側から吸い込もうとしてるみたいに。ラザリナさんの屋室測量法に改良を重ねて、ようやく正確な結果を導き出したわ。中システム時間後、ドリームリーフは消滅する。氷山が溶けてなくなるように全てが崩れ去って、空洞の向こうの美しい夢のかけらと一体化するの。心配しないでくださいね。こういうことは今までに何度もあったんです。クメイさんは悪い人ではないんですが、ただちょっと別の世界に浸ってるというか、すぐに自分の計算が間違っていることに気づくと思います。それよりも気になることがある。君が言ったラザリナさんだが、あら、あなたも彼女のことを知ってるの？それとも屋室通り気学が好きなのかしら？俺たちはラザリナさんの業績に興味があるんだ。詳しく話してもらえるか？もちろん。彼女は屋室通り気学の優秀な学者で、最初に屋室速度測量法を青函旅行に応用した人物よ。でも残念なことに、ガーデンオブリコレクションの存在のせいで、普通の人たちは屋室の性質にあまり関心を持たなかったの。最終的に彼女は無名のまま亡くなった。数冊の薄いノートだけを残して、私が彼女に憧れてピノコニーに来て、必死になってドリームリーフを探し出したのは、ここが彼女の亡くなった場所だったからよ。天は才ある者に嫉妬する。ラザリナさんにもう少し時間があれば、
きっと奥室の流れを逆転させる方法を見つけられたはずなのに。私感じるの、その源は黄金の時にあるってね。あそこには記憶域の流れをかき乱す何か異常なものが存在してるわ。もっと直感的な証明をしないと。そうすればきっとみんなを説得できる。うん、ラザリナという名前を覚えているか。ああ、彼女はドリームリーフで数々の研究と測量を行っていたが、突然この世を去ってしまったようだ。クメイさんはよく彼女の話をするんですよ。なんでもラザリナさんは監獄戦争の時期に亡くなってしまったんだとか。彼女が今のピノコニーを見たら、みんなが記憶域の中に家を建てているのを見たら、きっとすごく喜ぶでしょうね。そうかもしれないな。僕たちの目的地は貿易エリアです。そこはドリームリーフで一番人が多い場所なので、お二人の仲間も見つかるかもしれません。死後の世界ではなくドリームリーフですよ。そうそう、聞こえた？うちに続いて言ってごらん、ドリームリーフって。だって君、目に見えないものと話してるじゃないか。ここが死後の世界じゃないなら何だって言うんだ。うん、禁忌に挑んでまで夢の中で眠ろうとするんじゃなかった。好奇心がピピシを殺したんだ。もう聞かないでくれ。モンスターを引き寄せてしまう。死んだ人間はみんなここにいるんだ、みんな。それってまさか記憶域ミームのことじゃないよね。その名前を口にするな。君のせいだ。あいつらが来る。ショック退散。彼は気を失っているようだ。負の感情が強すぎて近くの記憶域ミームを引き寄せてしまったんだろう。なるほど。でもどうして道を歩いている人は怖がってないの？美しい夢と違って、ここの人たちは記憶域ミームを危険なモンスターだと思ってないので、本当に危険があったとしても強制覚醒で無境から脱出できますしね。
でもこの方をこのまま放っておくわけにはいきません。どこか安全な場所へ運んでもらえませんか？じゃあジェシーおばちゃんにお願いしよう。あんたたちを待ってる間、たくさんの地元の人と知り合ったんだ。ここではみんな自給自足の生活を送ってるんだって。なんて言ったらいいのかわからないけど、なんかこっちの方が本当の夢の世界みたいに思えるんだよね。赤ちゃんいらっしゃい。そっちの人たちは？この二人はうちの仲間。倒れてる人はビビって気絶しちゃった怖がりさんかな。わかった。またうっかりここに迷い込んじゃった人ね。ここに置いていきなさい。最近は知らない顔がどんどん増えてきてる。きっと美しい夢でいろいろ起きてるのね。明日で名に残された数少ない自由の力も平穏が消えてしまうのかしら。こういうことはよくあるのか？よくあるってほどじゃないけど、頻度は高くなってるわ。これも美しい夢が崩壊する兆候の一つなのかも。こっちの人はかなりショックを受けてるみたいね。なのかちゃん、転換族の女の子を探してきてくれない？彼女の歌声は精神的な傷を癒せるの。転換族の女の子？おそらくロビンさんのことだろう。今彼女もドリームリーフに来ているんだ。え、ロビンさん？ロビンさんなら、そっか、ホタルが無事ならロビンさんも同じような体験をしてるはずだもんね。ことの経緯を明らかにするため、このミーシャが今から俺たちを彼女のところへ連れて行ってくれる。だが、その前に姫子と合流しよう。そういえば、君は姫子と一緒だったんじゃないのか？うん、ちょっと前まで姫子と居住エリアにいたよ。そこで大勢の密航者に会ったんだ。ほとんどは近くの星系から来てるって言ってた。ドリームリーフみたいな場所はアスデナの記憶域にいくつかあるんだって。大海原に浮かぶ島みたいにファミリーが来る前から存在してたみたい。それからドリームリーフがまだそんなに大きくなかった頃は、ここがピノコニーの無境の中心だったって話も聞いたよ。それが本当なら、美しい夢とこの土地に多くの類似点があることにも説明がつくな。姫子はまだそこの人から話を聞いてるはずだから、うちらも急いで出発しよっか。さっき別れたのはここだから、うん、もうすぐだよ。そうだったの。ここで残りの情報すべて補えるなんて思ってなかったわ。ギャラガーさんの口癖を借りれば、運命のいたずらってやつだな。姫子、みんなを連れてきたよ。みんな揃ったようね。ちょうどよかった。この人はミカ、
流刑の地の責任者の一人なの。ミカ、彼らは私の仲間よ。七死人の皆さん、こうして会えて光栄だ。うちらのこと知ってるの？あんたたちがピノコニーに足を踏み入れた日からずっとその動向に注目していたからな。ドリームリーフと12の無形が隔絶されてさえなければもっとちゃんとした形で会えるはずだったんだが。正式に自己紹介しよう。俺はドリームリーフの墓守ミカだ。墓守？ドリームリーフでの生活はとても自由で、組織と呼べるものはない。みんなそれぞれの生活を送り、互いに干渉しないようにしてるんだ。俺にできることも、毎日決まった時間にいくつかの墓を掃除することくらいさ。ミカさん、それは謙遜しすぎですよ。道に迷った夢追い人がここに連れてこられるたび、いつもミカさんが守護者として彼らを美しい夢に送り返したり、混沌とした無境の中で生きる方法を教えたりしてるじゃないですか。なるほど、まるで保護者だな。ん？ベルトさん、今のは俺に言ったのか？ん？ところでミカさん、君の言う墓とは？ここに来るまでの間、墓地は見かけなかったと思うが。墓といってもいくつか象徴的な慰霊碑があるだけだ。ベルトさんが気になるなら実際に見に行こう。俺の推測が正しければ、あんたたちはそこでかなりの収穫が得られるはずだ。だがその前にもう一人一緒に行く大切な客人がいる。大切な客人？それってもしかして。こっちだ。ドリームリーフの道路は長いこと補修されてないから足元に気をつけろ。ロビンさん、本当に何とお礼を言ったらいいのか。たった数日で子供たちがあんなに上達するなんて。クリッサさん、私は声の出し方を教えただけ。人生に希望を持つことを教えたのはあなたよ。現実世界での日々はきっと大変でしょ。分かっていたのですね。お別れの時間が来るたび、子供たちはこのリュームの地から離れることを嫌がる。でも私がドリームリーフで会った人たちは、みんなこのボロボロの夢にとどまる価値はないと言っていたわ。さすがは期待を寄せられるハーモニーの子ですね。エマとアンディは私が引き取った孤児。目が見えないカルはピノコニー近郊の栄養所で働いていて、ギャリーは幼い頃から自閉症の症状が出ています。何よりみんなまだ未成年で、ファミリーの美しい夢に行くこともできません。鳥に例えるなら、この子たちは生まれつき翼が欠けた雛鳥ですが、この夢の中でならこの子たちも完全な翼を得ることができる。飛び方がおぼつかなくても、自分の力で空へ飛び立てるのです。私は両足を失った老いぼれ。
この無教がなければ子供たちの前に出ることすらできなかったでしょう。あなたたちがピノコニーの夢の中で新しい生活を始められたことは私も嬉しく思うわ。ただご心配なく、ロビンさん。夢には意味がありますが、それが全てではありません。私も子供たちもよく理解しています。夢の中でどんなに高く飛べたとしても、いつかは現実世界に戻らなくてはならないと。ですが見てください、今ではエマもギャリーも自分を卑下することはなくなり、カロは目が見えないことへの戸惑いにどう向き合えばいいのか分かってきて、アンディは以前よりもずっと活発になりました。おかげさまで私もかなり楽観的になっています。私たちは夢の中で人生を学び、現実世界に戻って生きることを学ぶのですよ。翼が欠けているならお互いに翼を貸し合えばいい。夢の偽りの空に執着する必要なんてないの。なぜなら私たちにはもっと広い世界へ飛んでいく権利もその力もあるのだから。無事な姿を見られて嬉しいわ、ロビンさん。請求列車の皆さん、また会ったわね。私の失踪で外の世界は大騒ぎになっていると聞いたわ。本当にごめんなさい。ここにいるということは、ロビンさんはピノコニーの現状を十分に理解していると思っていいのかしら。ピノコニーに戻ってから私の声は調子がおかしくなって、だんだんと声が出なくなってしまったの。最初はただの偶然だと思ってたわ。長く外で暮らしていたせいでハスデナの高濃度の屋室への耐性がなくなってしまったのかもしれないって。でも今となっては原因は私ではなかったみたい。私の周りには調和と相入れないものが存在していた。声が出なくなったことも美しい夢が崩壊する予兆の一つだったのね。美しい夢の崩壊、あのメモキーパーも同じようなこと言ってた。本当だったんだ。私がピノコニーを離れている間、12の無教の教会は広がり続けていた。でも私が夢の異変について触れるたび、クランの当主たちは言葉を慎んでいるような気がしたの。答えてくれたのは兄だけだったわ。その後カンパニーの使者から密かに手紙が送られてきて、ピノコニーの光の下には人に言えない秘密が隠されていることを確信した。最後にオーク家の文章からいくつかの手がかりを得てここを見つけたの。ファミリーに死という名で隠蔽された流刑の地、ピノコニーの過去が封印された夢の中の夢を。こうして聞いた感じだとロビンさんの声の不調は回復してきてるみたいね。ええ、残酷だけれどここの調和は美しい夢の中よりも広く伝わっている。これは紛れもない事実よ。残念なのはファミリーの中から裏切り者が出たことね。彼、あるいは彼らは最初の信念を捨て、調和の名のもとに人間の弱さを利用してピノコニーを儚く美しい夢に溺れる宴の星へと変えてしまった。こんなの、強気を持って弱気を助けるどころか、強気を持って弱気を支配しているだけよ。平等性を失った世界は、もう二度と調和の恩子も、その祝福の声も賜れない。歌えなくなるのも当然だわ。ロビンさん、別の可能性は考えられないか。例えば、ファミリーの理念の変化は、
別の勢力が関与しているとか、ヨミさんの例から考えても司令以上の力が介入しない限り、調和のテリトリーで全ての人に影響を与えられる別の意思が存在するとは思えない。全州同盟の件は私も聞いているわ。でも私の知る限り、外部勢力によるファミリーへの関与は考えられない。ただ私が故郷を長く離れていたせいで見えていない部分が多すぎるだけかもしれないけれど、とにかく私は自分の故郷が調和の名のもとに調和とは反対の方向に進んでいくことは受け入れられないの。どうして時計屋のミハイルがファミリーと決別したのか、そして誰が裏切りの決断を下したのか。ミカさん、私たちの取引を覚えてる？ついに答えを出す時が来たみたい。私は諦める。もう調和セレモニーの舞台には立たないわ。お兄ちゃん見て、小鳥がいる。ハーモニービジョンのヒナみたいだね。でもこの辺はハーモニービジョンの生息地でもないのに、どうして一人ぼっちでここにいるんだろう。親に捨てられたのかな。なんだか弱ってるみたい。クッションを持ってきてその上で休ませてあげるのはどうかな。いや、ここは危険すぎる。とりあえず連れて帰って君の部屋にある木の棚で休ませてあげよう。いいかも。きっと綺麗な声で鳴くね。でもこの子が寝るところはどうすればいいの？僕が当主に頼んで鳥かごを作ってもらうよ。かご？それじゃ自由に飛べないんじゃない？どれどれ、デームの最も優秀な代弁者である君たちが食後のデザートすら忘れてしまうほど夢中になるものが何なのか、私に見せてごらん。おお、哀れな小さき命、あまり楽観できる状態ではないようだが、君たちはこの命を救いたいのかい？うん、でも閉じ込めるのはダメだと思うの。それはなぜかな？この子はまだ小さくて羽も生え揃ってないし歌も歌えないけど、カゴの中で生きるために殻を破ったわけじゃないと思うから。鳥は空を飛ぶために生まれてくるんだよ。とてもロマンチックな考えだね。では小さな博士、君も妹の意見を認めるかい？僕もロビンの言う通りだと思います。でもこの子を外に置いておいたら、きっと数日もしないうちに死んでしまうでしょう。我らが小さな博士はまだ少し迷っているようだ。では子供たち、君たちのために一つ話をしてあげよう。知っての通り、ハーモニーピジョンは大気圏を飛び越えることのできる鳥だ。高い高度を飛ぶとき、その羽は摩擦による高温で壮麗な光を放つ。まるで流星のようにね。そういう美しい光景を何度も目にしてきた私たちは、それを生まれつきの能力だと思っていた。しかしその流星のような輝きは
彼らが大自然の中で数百琥珀期を戦い抜いた結果なんだ。ハーモニーピジョンの祖先はあまりに弱く、地上の生存競争に勝つことができなかった。だから彼らは駆られる運命から逃れるため、空を見上げ羽ばたき始めた。そうして数千数万世代にもわたる試みを経て、群れの中の一羽がついに翼を正しく羽ばたかせる方法を学んだ。そして空に飛び立ち、大地に別れを告げたんだ。つまり鳥は最初から飛べたんじゃなくて、自分の意志で飛ぶようになったってこと？それも一つの理想主義的な解釈だ。さてサンデー、君はどう思う？僕は空を飛ぶことが鳥の天性だと考えられているのは、人が地面に落ちて死んだ鳥を見たことがないからだと思います。うん、それも面白い考え方だ。では君は今この小鳥をどうすべきかもう分かっているね。はい、まずはカゴに入れます。少なくとも一人で生きていけるようになるまで。なぜなら僕はどうしてもその子に生きていてほしいから。よろしい。君たちの心の中にはすでに答えがあるようだ。君たちの描く未来図は実に素晴らしい。それがそれぞれの方法で実現されることを私も心から願っているよ。この子は私たちがちゃんとお世話するね、お兄ちゃん。でもゴフェルさん、まだ一つわからないことがあって。言ってみなさい。もしこのハーモニーピジョンが最後まで飛べなかったらどうすればいいですか？つまりもしこの世界に一生飛べないひな鳥がいたとしたら、僕たちは彼らを空に返すべきなんでしょうか？また地面に落ちて死んでいくのを見ることになるとしても。いい夢を見てるようだな、小鳥。目を覚ませ。どうした、立てないのか？手を貸してやろうか？私は死んでいない。ふん、嬉しいか？ロビンがどこにいるか教えなさい、今すぐに。どうせ最初に気にするのは妹のことだろうと思ってたさ。安心しろ、お前の妹はここにいる。そして安全だ。今は町を歩いて住民たちを訪ねている頃だろう。この状況、俺がお前だったらもっと自分のことを気にするが、何せ目の前にさっき自分の胸にナイフを突き立てた野郎が立ってるんだからな。もし本当に私を殺すつもりなら、こうやって会話する必要もないでしょ。目的を言いなさい、時計屋の犬め。そこまでお見通しってわけか。なるほど、道理で
夢の主や四大クランとやり合えるわけだ。俺の選択は正しかったようだな。選択？お前なら俺の目的は分かってるだろう。虚構が見抜かれた以上、俺に残された時間は少ない。もう駆け引きをするのはやめだ。俺はお前と手を組みたい。なぜ私と手を組めると思うのです？ふん、あの名高いロビンもこっち側につくことを選んだからさ。さらに裏切り者の手がかりとピノコニーの明るい未来、これだけのものを入れたカクテルがあればお前を満足させられるか？嘘にまみれた人間が真実を口にするとは到底思えませんね。大丈夫、俺のことは信じなくてもいい。お前が信じるべきはお前の心の中にある正義だ。まずロビンに会わせてください。ああ、お望み通り彼女が来たぞ。これはどういうペテンですか？冗談だよ。このお嬢さんが俺たちをロビンのところに連れて行ってくれる。そうだよな？うん、私も請求列車も含めてあなたに聞きたいことがある人たくさんいるからね。そいつは結構。ではこちらへ。高貴なる大奥家の当主様、これで役者は揃った。これがさっき言った慰霊碑だ。書かれてる名前はあんたたちならよく知ってるだろう。ラザリナ、そしてティエルナ。ピノコニーが辺境の監獄と呼ばれていた時代、開拓がここと他の星々とつなげてくれた。彼らはアスデナを救った英雄。その名はこんな小さな石ころじゃなく、もっと歴史のある大きな石碑に刻まれるべきだ。しかし今、宴の星には美しい夢しか残されてない。あの重い歴史と監獄の姿はもう跡形もなくなくなってる。彼らの名前が石碑に刻まれているということは、ミカの言う通りなら彼らはずっと昔に亡くなっていることになるわね。ラザリナは独立戦争で犠牲になった。奥室の流れを明らかにするため一人でシャトルに乗って生計の中心に行き、そのまま帰ってこなかったんだ。ティエルナンは銃の扱いがうまいカウボーイで強くて頼れる男だった。彼は人々を率いて悲惨な対外戦争を乗り越えたが、真の平和が訪れる日までは持たなくてな。戦争から10年が経った頃、ピノコニーはひどい内憂外患に陥った。アスデナのためにティエルナンは再び開拓の道を歩むことを決め、アークティッド家を率いて生計街を探索したんだ。だがスウォームに包囲されて全滅した。予想はしてたけど、実際に先輩たちの話を聞くとやっぱり悲しいね。彼らの人生は未知の世界への旅の上にある開拓の名に恥じないものだわ。でもこの名前のない慰霊碑は、ドリームリーフが誕生した時、その記念碑の主はまだ死んでいなかった。だがその人はいつか来る日のためにと言って自分のために無名の碑を建てたんだ。請求列車ご一行、また会ったな。ロビン。